こちらには旅行気分が味わえるカレンダーや犬や猫など可愛らしい動物が描かれたカレンダーが並んでいます。中にはユニークな川柳が書かれたものもあるんです。正月太り体重すでに経典超え。札幌市中央区の大丸藤井セントラルでは早くも来年のカレンダーが並び始めました。その数なんと700種類。動物や干支のもの、日めくり、アーティストのものが人気です。猫友のプレゼント買いに来ました。これ川柳結構楽しいかなって、喜んでいただけるかなと思って。犬の形をした卓上カレンダーはすでに入荷待ち。またコロナ禍ならではのこんなカレンダーも、家族の予定が書き込めるカレンダーとなっております。家族がコロナに感染した場合に備え、全員の行動歴が確認できる家族カレンダーや、今年は抗ウイルス加工が施されたものも登場。触ってみるとかなりツルツルしています。大丸藤井セントラルでは来月中旬までにおよそ1000種類のカレンダーが並ぶということです。